さあ行こう。なんとかなったね。アバロンサーバー、私たちにとってワームも岸辺の執務室に行って PC 端末から秘密の部屋に入るにはパスコードが必須。コードは毎日変わるから直接行って端末をハック。任せて。あの子、記憶を共有化してからちょっとは頼もしくなってきたかもね。こっちからはセキュリティ。まあ何事もそう簡単に。さあ行こう。よしよし、偉かったね。準備はいい？この機を逃さないで。なんとかなったね。さあ行こう。まあまあかな。ハッキング始めるよ。
準備はいい？まあまあかな。開始だ。はあ、さあ、行こう。まあまあかな。開始だ。はあ、よしよし、偉かったね。秘密の部屋の入り口だね。ワームもパスコードは手に入った？なんでそんなに疲れてるの？聞きたい？私がどれだけのトラップや。どうでもいい。どうせ全部転んだりドジして起動させたんでしょ。はあ、言った？それが秘密の部屋へのパスコードだよ。こんなのが？うん、何か変？リエちゃん、メガミッテル。リエちゃん、メガミッテルだよ。岸辺リエに対する憎悪が強くなった気がする。他の日のパスコードも知りたい？ちなみに昨日のパスコードは？そんなのいいから早く戻ってきて。
なんでがっかりしてるの？何がリエちゃんよ。絶対に開けるよ。ここからが本番。気を引き締めて。何この部屋。見てるだけで頭。君は好きなの？こういうの。私は君とは趣味が合うみたいだね。お待たせ。おかえり。それじゃあ二人で例のデータを探して。見つけた？ブラジャ。知ってるのかって？そりゃ知ってるよ。だってエリカも持って。何してるの？ねえ、真面目にやってるの？そう、その割にはいつまでもそんなものを握り。エリカの軽蔑の感情データが限界値を超え。ちょっと待って。やっぱり棚の中にファイルが隠されてる。下着のオブジェクトデータにうまく紛れ込ませ。これだ。電脳犯罪捜査課関連のデータ。やったね。お手柄だよ君。ただスケベだっただけでしょ。まったくもう。あらあら、誰かと思えば意外な人と。岸辺。しかもそこ、私の下着ダンスじゃない。やだ、ひょっとして勝負下着見られちゃった？言って、ワームも。やることは分かってるよね。うん、気をつけてね、二人とも。三島エリカちゃん、よね。許さない。あんたがお兄ちゃんを。千歳を。千歳？ひょっとしてお仲間まで巻き添え食っちゃったのか。どんくさいわね。あなたにそんなことをする権利があるのかしら。お兄さんを苦しめたその原因であお礼を言うべきよね。あなたの存在があったおかげでリュウジキュンは面白いくらい素直に。かつては正義のハッカーと謳われた重度のナンバー2が誇りをねじ曲げて汚い仕事をこな。ほんと見ていて楽しかったわ。あんたの言う通り、お兄ちゃん、私は、でもあんたのことは。あらあら、何をするつもりかしら。ひょっとしてここから何かを持ち出そうとしてる。あら、あなたもリュウジキュンのお腹。この姿になるのは久しぶりだ。人間がデジモンに。びっくりした。これが私のもう一つの姿。でもね、人間猫のことを知っている人はまだ誰もいないの。つまりそれがどういうこと。生きて返す気はないってことでしょ。ごめんと。残念ね。おとなしくしていれば病院のベッドの上で緩やかに死ねたのに。エリカちゃん、そしてそのナイト君、輝きしバラの名をいただく騎士たちの王。その顔を恐怖の色に染めてやる。
ン。楽に死ねると思うなよ。これは警察が神城の摘発に向かう。まさか。ああ気づかれちゃった。私のデジモンがあんたの大事なデータを、とある警察。こんなことしていていいの？あなたの体危ないんじゃない？こんな短時間で警察を動かしただと？小娘計画のためにも今邪魔をされる。逃がさない。ほうけてる場合じゃないよ。あらかじめ又吉さんに連絡しておいたの。新都庁に行こう。岸辺理恵の体も。
またよしさん。おう、エリカちゃんか。君のおかげで。岸辺は？それが、ヤッコさん任意同行を拒んで逃げ回ってやがる。中にはいるらしいんだが、これだけ広くちゃな。建物の周りを固めて、これ協力させて。おい、何をするつもりだ。岸辺の位置を特定するの。岸辺理恵は普通じゃなかった。あの女がいるところにはきっとデジタルウェーブ地に異常。見つけた。ああ、それでどこにいる。教えてもいいけど。いや、それは岸辺に落とし前をつけなきゃいけないの。お願い。エリカちゃんにはかなわねえな。しべ、観念しろ。もう予想以上にお早いお出ましね。またよしけ。エリカちゃん、あなたの仕業かしら。あらあら、こっちではずいぶん辛そうね。ひょっとして治療。ああ、それはそうよね。お兄さんをもてあそんだ私に借りなんて作り。でもそんな調子であなたいつまで。あなたに施していた治療、あれは医療。うちの主任研究員が書き上げた論文をもとにした未知の実験。私の特別認可で特例中の特例として施していたプロジェクト。エデン内に高度なセキュリティを張り巡らせたサーバーを設立し、そこでデータ容量を管理することで、あなたはかろうじて脳にかかる負荷を抑えて、他の企業や病院では決して真似できない治療なの。それでも、あなた、何者なの？ある意味あなたと同じ肉の体を持ち、記憶の大部分をデジタルに依存した、いびつな存在である。実は、前々から気持ち悪いと思う。人のくせに、意識のほとんどがデータ化してるなんて。か、私を追い詰めたつもりでしょうけど、残から。で重くって痛みに支配された肉の殻なら教えた。これが現実の痛みだよ。重いでしょ。エデンの技術とは出力も反人間の体だって。こうやってシグナルを飛ばしてる。作り物の電気信号より何倍も重いの。現実の痛みをバカにし。そうね、勉強になったからお返しよ。またよし刑事、止め。女の争いに男が口を出すなんざ。別におっかねえなとか思ってるわけじゃない。もうバカバカしい。これだから人間は醜悪だ。まあいい、もう。
何をするつもり。待て、早まるんじゃねえ。ごめんなさいね、警察の皆さん。私の目的のためには、こんなところで、この辺りで岸辺理恵は退場。ねえエリカちゃん、あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？デジタル？それとも、もうどこにもいないのかしら？現実とデジタルの狭間で、不確かな自分自身に怯え続けるがいいわ。その境界線が崩壊したとき、あなたがどうなるか。なんてこった。おい、急いで下に人を回せ。それ、お前さんたちはここにいろ。坊主。飛び、これで終わったの？そうだよね。でも、何も死ぬこと。泣いてないから、引っ叩かれた方が痛いだけだから。お兄ちゃん、千歳、昨日未明、エデンネットワークを運営する上城エンタープライ。結局、岸辺は何も分からない。ねえ、リュウジと連絡は取れた？そっか。これで、本当に終わったの？でも、お兄ちゃんと千歳の代わりに、やっと一つ、何かできた気がする。